今机の上に乗ってまーす。早回し早けい。はい、っていうことで今日は何するの？知らん。知っとるやろ、持っとるやん今。椅子投げ椅子投げ今日は猫今日は猫集めっていうアプリがあるんですけど、それでもちろん猫を集めるんですよね。で、名前を自分で変えられることができるんですよ。変えることができるんですよね。で、ケイト先生のネーミングセンスも抜群だからちょっと見ていこうと思うんです。はい、じゃあまず1匹目、ドヤドヤですか。見せたらいいんじゃない。はい、こちらのね、白猫ちゃんがドヤですね。なんでドヤなんですか。いや、適当。あー、適当適当、はい、適当な。次、これは結構普通、黒黒、黒猫ちゃんね、目の色が蜂蜜ですね。こんな感じですね、可愛いでしょ。はい、じゃあ次、シロップシロップですね。はい、シロップちゃん。何シロップ。適当。あ、はい、はい、こちら、春男春男くんですよ。はい、実際に私このペット持ってますね、実際でも。うお、そうなの。あ、そっか、ハイエナね。はい、こっち。ちょっと待って、一緒の格好してるやん。はい、こちら、飛び。ちゃんと漢字使ってます。これはなんで飛びですか。知らん。次、こちら、ちゃんと。こたつの上に乗ってます。こたつの上に乗る猫は大抵バカです。ああ。そうだよ。なるほど。はい、次、あ、これ普通だ。トラ。トラ。50何回来てくれて嬉しい。私の顔がそんなに好きなのは嬉しい。次、あ、かわいいね。サントですね。はい、実際にこのぬいぐるみ持ってます。おお、これなんでサント。あ、いや、三毛猫のサント。おー、はい、こちらシマトです。シマトでもかわいいよ、この子かわいい。あ、うん、なんでシマト。アルバム見せましょうか。はい、写真何枚も撮ってまして。あ、本当だ、すごいね。きっとなんでシマトなの。あ、いや、なんか島の顔しよったけん、しましま。なるほど。はい、次、ハチ。え、なんでこれはハチっていう番号なの。知らん。あ、知らんな。何めんどくさそうにしてんだよ。知らないんだわ。説明あるだろ、ちゃんと。ないわ。はい、次、こちら、ホイホイ。ほー、なんでホイホイ。ホイホイじゃないよ。なんでホイホイなの。知らない。もう本当にもうな、頭に浮かんだことしかタイプしたな。はい、次、こっち、一緒の格好やん。靴下、はい、靴下のやっこみたいな感じだから靴。うん、靴。あー、なるほどね、まだわかる。はい、こちら、羽台。羽台はどういう意味でつけたんですか。あ、いや、なんでなんか知らないけどね、なんか私も知らないんだね。あ、知らないんだ。はい、次、あ、これ普通ですね、生地。生地、ノコギリ。あ、これ普通だ、白生地、これも普通。はい、仲間ですね。次、サバも普通だよね、結構。どうかな、可愛いわ。普通じゃないか、サバって。かわいいわ、サバちゃんですね。はい、白サバ、結構普通になってきたよ。え、ちょっと、なんでオードリー。いや、このぬいぐるみも持ってます。オードリー、なんで私や。いや、最初にオーカーついただけ。あ、最初、あ、オートアイのオーカー取ってオードリー。うん。はい、次、武士。いや、最初にね、強そうなの。いや、全然。いや、武士強いやろ。いや、だって戦闘力あんまないよ、80だよ。あ、本当だ。なんでこれ武士。弱っちの弱っち。いや、最初に部がついとったけんが武士に名前しただけ。あーはー、トラント、次、トラント。なんかすっごい変な名前だね。なんでトラント。くそ。いや、なんかトラの色がしたけんがトラントだけ。あのね、せっかくに面白い名前つけてるのに説明がクソすぎてやばい。次、はい、こちら、わがままです。はい、戦闘力45なので、それでわがままにしたので。なんで弱いからってわがままじゃないでしょう。あ、こちらの猫まだ来てませんね。はい、次、こっち、赤ちゃんです。赤の色をしている。もう5時早っ。はい、お尻が見えますね。これとても私が一番大好きな写真かな。はい、次、こちら、白鳥。違う。
白鳥だよ。あ、白鳥なんですか。白鳥、それはなんで白鳥。猫ですよ、鳥じゃないです。黙れクソ。すいません。はい、な、これなんて呼ぶの。黒ブチンタ。黒ブチンタで、なんかブチな、ブチみたいな色したけんがブチ。ブチみたいな色ってどんな色や。知らん。はい、次、ノーピクチャーのクラントくんですね。で、クラントはなんでクラントなの。賢い。はい、こちら可愛いです。1回しか来てないのにマジクソ。え、でもこれ性格わがままだから、こっちわがままの方が良くなかった。いや別に。あ、そう。あ、そう。湿布湿布はなんで。冒険へ行こう。あ、冒険行こうっていう感じのあれなの。ああ、はい、次。はいはい、ハイサビ、ほらハイサビ。あ、だからハイなのね、うん、せめて漢字にしてあげようよ。はい、次、世の中です。ね、すごくない。なん戦闘力10で来た回数10だよ。弱っ。なんで、弱っちゃう。クソ弱っちゃう。世の中なの。あー、いやー、なんか世の中にいる猫。あ、なるほど。はい、次、これなんていう名前ですか。トワテン。トワテン、トワテンはなんで。天ぷら。あ、天ぷら。天ぷらの色臭いから。夜、これいい名前なんじゃない。夜、いいね。次、チャイポイ。ね、これよくない。性格忘れんぼ。いいね。なんでチャイポイなの。なんか茶色色のぽいぽいっていう感じ。うんうん、すげえわかった。ちょっと何この名前。私の温度計。これな、どうしたの。知らん。温度計って、私ね、変なんだよね。あ、自分で変なんだ。はい、で、あ、こちら、こちら傑作ですよ。ザー、この子可愛いわよ。なんでザンなの。なんで残っちゃうの。いや、毎回来るです。で、一番最後に残る猫だからさんっていうこと。あー、なるほど。まあ、理由は、うん、あるんだ。楽しいですね、楽しい。はい、楽しそうにしているので楽しいですね。あー、なるほど。野球猫。でも本当に野球してる。うん、これね、な、ここは、はい、こちら、浦島太ですね。た、ローはどこに。あ、なんか消えちゃった。あー、入らなかったのかな、もしかして。浦島太で終わりです。はい、はい、じゃあ部屋を、あ、部屋を見せたいの。部屋を案内しましょうか。はい、はい、これが中庭ですね。で、こたつがありますね。意味不明ですね。はい、ペンギンクッション。ちょ、早いわ。ペンギンクッションね。で、そしてまたお菓子じゃないね。それ入れないな。あー、そっか。ハルオです。名前ハルオ、かわいい。ドヤですよ。この方が一番最初に来ましたね。はい、じゃあありがとうございました。いや、すごいユニークな名前ですね。また猫が増えたらぜひ見せてくださいね。あ、いや、増えたんだけどね、あのね、な、名前変える時間がないんだよね。はい、はい、ということでした。皆さん見てくれてありがとうね。 Thanks so much for watching. バイバイ。